動植物が成長する季節です。気温の上昇とともに中国の大地に生息している多くの植物が目覚め出します。中にはこんな植物もあります。草でありながら木の高さまで伸びます。その驚くべき成長速度で有名になり、1万年前から人類に付き添ってきました。その草はまだ知られざるさまざまな物語を持っています。ここの主人公は竹の一種、孟宗竹です。林の木は全てが独立した生命を持っています。しかし竹は違います。広い竹林でも生命を持っているのはわずか一本だけかもしれません。一本一本の竹はその一部でしかありません。竹林の秘密は見えない地下の世界にあります。この根茎が一本一本の竹をつないでいます。根こそが竹林の本当の主幹なのです。地上に伸びた竹は皆根茎の分子でしかありません。根茎には竹林の光合成で転換されたエネルギーと大地の養分が貯蔵されています。毎年秋になると竹林は根茎の貯蔵物でタケノコを育てます。冬の休眠が終わり、気温の上昇とともにタケノコたちが動き出しました。この頃になると強い雨が降れば強い力で大地から顔を出します。地上に顔を出す前にタケノコはすでに竹の節を持っています。現在節ごとに上を目指し力の限り伸びていきます。根茎の中の養分は限られているため、伸びる見込みのあるタケノコだけが十分なエネルギーを獲得できます。これは竹が直面する最初の試練です。気候条件がタケノコの運命を握っています。タケノコを包み込む皮は防寒防雨の役割を果たしています。しかしタケノコの成長は気温の低下にも影響されます。雨水が多すぎれば根茎が呼吸できず溺れてしまう可能性があります。幼いタケノコほど長雨で若死にしてしまう確率が高くなります。孟宗竹の家族はこれよりも悪劣な天気を何度も経験してきました。
無数の命を犠牲にして孟宗竹は自分の製造限界を理解してきました。今日大部分の孟宗竹は長江の南の山間部に生息しています。この山間部に春の寒波が来ても低温は長く続きません。山の斜面も雨水のたまりを防げます。恵まれた生存環境で一部のタケノコが生き残りました。しかし試練はまだまだ続きます。タケノコが竹まで成長するとそれ以上伸びなくなります。ですが竹林が貯蔵したエネルギーも使い切りました。成長が最も早い時、1日で2メートルも伸びる時もあります。約50日後、一部のタケノコは20メートル近くまで伸びます。短い数十日以内にタケノコの運命が決められました。毎年土を出たタケノコは半分以下しか竹に成長できません。根茎が提供するエネルギーはだんだん少なくなります。まだ伸びていないタケノコは自力で生きたり、または人類の食事になります。すっかり様子を変えたタケノコは思う存分に背筋を伸ばし、この竹林の本当の一員になります。もともと草だったタケノコはなぜ特別な存在になり仰がれるほど高くなったのでしょう。南総港のほとりに広い天然の竹林が分布しています。ここは植物のパラダイスであり、残酷な競技場でもあります。日光を取り合うためにそれぞれの植物が特技を持たなければなりません。樹木のように硬い体を持っているため、竹は木と肩を並べて立つ資格を得ました。驚異の成長スピードに加え、竹は迅速に高地を制し日光を十分に獲得します。高身長という強みを持っているからこそ多くの竹が勝利を収め、森のような生存環境でも居場所を見つけられたのです。しかしタケノコでも身長の強みだけでは生きていけません。光学顕微鏡で竹の横断面を5倍から20倍に拡大すると、梅の花のような維管束組織が見えます。中に繊維が豊富に含まれており、竹に人生を与えています。また、維管束の周りの組織は竹を強くさせます。竹の体内で維管束は
内から外へ密接に分布しています。それにより外からの力の影響を最も受けやすい体の外側を一層強靭にしています。タケノコから竹へと成長する過程で維管束と周辺組織がどんどん完璧になっていきます。鉄筋とコンクリートのように共に竹の高くて強靭な体を構築しているのです。竹の外観にも新たな変化が現れ出しました。枝を伸ばし葉を広げ本物の竹になるのです。ようやく光合成に頼り自立できるようになります。この時予想外の出来事が起こりました。人々が探しているのは竹の繊維です。まもなく枝を伸ばし葉を広げる竹は繊維が豊富でちょうど良い強靭さを持っています。一番理想的な選択です。時代の変遷とともに人類の記憶ツールは変わりつつあります。鉱骨や金石などの材料に比べ竹は軽く各地にあります。竹で作られた竹簡は紙が誕生する前に中国人にとって最も主要な記録材料でした。中国5000年の文明のうち 2,3000 年の出来事は竹簡に記録されています。竹簡の出現で記録システムが安定したことにより漢字も広く伝播できるようになりました。人類が竹繊維の生成技術を発達させた後、竹は最も手に入りやすい紙の原材料になりました。今日、竹で紙を作る技術は現在でも伝わっています。まず最適な竹を見つけ、その後の工程はいかに純粋な繊維を抽出するかという作業です。竹をどうやって竹紙にするのでしょう。次の工程が極めて重要です。すくという作業は竹の最後の運命を決定します。竹の繊維を均一に薄くすく必要があります。そうしなければ立派な紙は作れません。上げたり下げたりしている間に竹の若い命は永遠の姿に変わりました。古代から現代まで無数の竹がこのように姿を変え人々の無形な思想や感情を乗せてきました。竹林の中で成長し続ける竹が葉を生やしました。竹の葉は最も軽くて柔らかい部位です。一枚一枚の太陽光パネルのように竹に生きるために必要な養分を合成します。竹の葉は冬でも枯れず竹に冬を越させます。しかしその一方、竹を死に至らせる場合もあります。
竹にとって本当の脅威は寒さではなく雪です。無数の枝と葉が受け止めた雪の花は竹にとっては重すぎます。この無音の勝負はほぼ毎年のように繰り広げられます。雪が降るたびに生と死の狭間に立たされます。冬を耐え切ったとしても竹の葉は風雪に侵食されて老化してしまいます。生きていくために竹たちは翌年の春に一斉に葉を交換します。竹にとって葉の交換の儀式は命がけです。新しく生えてきた葉は早くも他の生物に狙われます。竹の天敵は多く、バッタだけでも20種類以上いますが、最もよく目にするのは竹イナゴです。新しく生えてきた竹の葉は竹イナゴが孵化してからの最初の美食になります。この自分勝手な略奪者に遭遇しても竹はなされるがままです。竹の葉をたらふく食べた後、竹イナゴが羽化を迎えました。この時から産卵できる能力を備えています。オスは交尾した直後に死んでしまいます。それに対しメスは最後の使命を果たします。産卵です。すべての力を振り絞ります。子供が来年誕生します。たった一枚の竹の葉と竹イナゴの繁殖は密接に関わっているのです。竹を食物とする生物といえば、皆さんがよく知っているあの動物です。あまり知られていないことですが、あの動物との出会いが竹の運命を一変させました。大人になった野生のパンダは毎日約16時間をかけて40キロの竹を食べます。成人の約20日分の量です。なぜそんなに食べるのでしょう。パンダはもともと肉食動物だったからです。パンダの胃腸は竹の中の栄養物質を効果的に吸収できないため、量で得るしかないのです。進化して新しく生えた6本目の偽の親指で簡単に竹を握れます。
硬い竹を長期的に咀嚼したことで、パンダは強い咀嚼筋と重厚な頭蓋骨を発達させ、顔も丸くなりました。現在パンダにとって竹を食べることは、人類がキュウリを食べるように簡単になりました。パンダは進化する過程でなぜ竹しか食べなくなったのでしょう。おそらく自然環境が激しく変化した時代、強靭な竹は美味しくありませんが、パンダはお腹いっぱいに食べることができたのです。パンダにとって茂った竹林も天敵から身を守る絶好の隠れ場となったのです。今のパンダがあるのは竹のおかげと言えるのです。タケノコが竹に成長した後、定期的に葉が変化する以外、外観はほとんど変わりません。しかし試練は終わりません。森の最も高い木は必ず強風になぎ倒されます。高い身長の竹は強風をもろに受けてしまいます。竹も用意周到です。年を取るとともに竹は体内の維管束の強度を高め、人生を強化します。中空の力学構造です。大火災の役目を果たす牛は最高の降雪力と強度を備えているのです。風の強い天気でも竹の各部位が皆それぞれ役割を果たしています。不幸に命を失ったとしても風雨に簡単に屈服しません。今日の極度な強靭さと柔らかさは数千万年の間風雨に磨かれてきた結果です。中空の構造と特殊な弾力を備えた竹は楽器製作の優良な原料になりました。竹で作られた楽器の中に長さが一尺八寸あるため尺八と命名された楽器があります。尺八はかつて宮廷の雅楽の主役でした。唐の時代に垂涎の法器として日本に伝わりました。今日尺八は日本の代表的な民族楽器になり、多くの流派があります。しかし中国ではその音は聞けなくなりました。塚本松陰氏は深尺八妙案泰山流の伝承者です。この20年間彼の一番の望みは深尺八の音を中国に持ち帰ることです。塚本氏は尺八が中国から伝来した当初の垂涎伝統を守っています。彼にとって深尺八は単なる楽器ではなく修行でもあります。
化尺八を作る際、最大限に竹の特徴を残します。人の性格が千差万別のように、不可尺八の音色と外観もすべて異なります。演奏者が吹奏するとき、その一本一本の特徴に合わせ自分の息を調整しなければなりません。そして呼吸する間に自分の内心を探索します。一本の竹から一本の尺八まで、人類は尺八を作り上げ、尺八も音で人々の心を清めました。これこそ不可尺八の魅力です。笛をずっと稽古していくと、だん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 落ち着いていく。その人の本来の、その人は明らかに最初来た時とは違う人になっている。ひょっとすると風を恐れない竹の生きる姿に感動したのかもしれません。人類にとって単なる山林のものだけではなくなりました。秦と漢の時代くらいから人々の美的対象となりました。唐と宋の時代になると、竹は詩や絵に登場するようになりました。家の前や後ろに栽培されるようになり、人々の美徳の化身となりました。一年中変わらない緑は清廉の象徴とされ、まっすぐで強靭な茎は減をしない品格の象徴とされました。中空は虚心坦懐の象徴とされ、竹の節は高い節操の象徴とされました。竹と人類は出会って互いを知り、付き添うようになりました。竹の生きる場所は、人々の周到なお世話のおかげで改善され、また人々の心も竹のおかげで豊かになったのです。肉が食べられなくとも竹のないところには住めぬという昔の詩があります。昔の文人や偉い人の住まいの庭園には必ずと言っていいほど竹林があります。今でも竹は人類にとってかけがえのない存在になりました。一歩一歩、竹は古代からゆっくりと山から人類の視界へと入り、日常の生活用品から美徳の象徴にまで上り詰めたのです。木の人生と強度のおかげで雨風に抵抗できるようになりました。しかし、より良い生活をするには地下茎の役割も不可欠です。地下茎でつながっている竹は絶えずお互いに養分を送り合い、環境の負担を分担します。
竹の数が多いほどリスクに抵抗できる力も強くなります。多くの竹の根茎は勢力拡大に決起盛んになりました。孟宗竹です。地上の部分は穏やかに見えますが、地下では根茎が絶えず四方へ拡張しています。広状略地。竹に足をつけ勢力拡大も一層便利になりました。昨今世界の森林面積が減少し続ける中、竹林の面積はどんどん広がり第二の森林になりました。勢力を拡大するには十分なエネルギーが必要です。竹は頑張って二酸化炭素を吸収し光合成を行い、無意識に人類を助けています。科学技術の発展に伴い人類は炭素を排出するさまざまな方法を手に入れました。しかし炭素を吸収して隔離する方法は植物の光合成しかありません。竹の強烈な光合成の欲求は効果的な炭素隔離方法になりました。人類にとって膨大な数と特有の人生を持つ竹は環境に優しいリサイクル資源となったのです。14、15ぐらいある。ここの辺りが太ければね。でもこの竹は大体3年ぐらいかな。3年はあるでしょう。あると思う。測ってみよう。この節を見て。関大宇は著名なジュエリーデザイナーです。今は竹でデザインすることに専念しています。25には行ってないね。こっちの方が長いな。竹は最上部から最下部まで全ての部位に価値があります。弾力と敏性を備えて成長速度も速く、二酸化炭素を吸収し酸素を排出してくれます。未来に最もふさわしい素材になります。竹のエコなところに着目し、関大宇は自分のデザイン障害を竹に託しました。自分の試みを通じてより多くの人に竹の価値を分かってもらいたいと思っています。実践してその原材料を再び生活に取り入れ、一部のプラスチックを取って変えようと考えています。竹がエコであることに気づいた人がどんどん増えれば、日常生活に竹製品がもっと使われるようになります。竹に優しく接する人が増えれば、竹もより多くの活躍の場を獲得できます。竹は人々に知られれば知られるほど使い道も多くなっていきます。現在竹の足跡は世界各地に点在しています。日本の嵐山の竹林です。中国伝来の孟宗竹はここの主役になりました。今では日本で最も面積の広い竹の一つになりました。イギリスのキューガーデンには100種以上の竹があります。イタリアでは竹で迷宮が作られています。これらの国々では竹はまだ開拓者に過ぎません。しかし人々の認識が深まれば、今後竹はもっと広い舞台を獲得できるかもしれません。竹にとって生存繁殖は生命の究極の目的です。竹は先祖代々
粘り強いその生存本能で自然界の試練に適応してきました。ついに一本の草から今の様子に姿を変えました。そして孟宗竹とともに地球に生息している竹はまだ1500種類以上あります。気候環境に対応し異なる形態特徴を持つようになりました。標高3000メートル以上の新農町は毎年5ヶ月間も氷雪に覆われます。ここの標高は竹が生きられる極限高度です。小さくて低いですがここで越冬できる数少ない生命です。草木が茂る雨林で竹は登山のスキルまで手に入れました。他の植物の高さを利用して日光に近づけます。巨竜竹は世界で最も巨大な竹として知られています。その高さはビルの十数階ほどあり、一節切るだけでバケツ1個分の大きさがあります。竹は種類によって外見が異なり、自分の生きる道も違います。しかし最も原始的な欲望は同じです。生きて繁殖することです。竹が生存するために払った努力は他の生物にとっても魅力的です。この魅力で竹と無数の生物の運命が交錯しました。人に出会った時、互いの運命が大きく変わりました。各種の竹は人類の手で形態を変え、作業の役に立ち、交通の便を良くし、食への要求を満たし、些細な日常を紡ぎ、人々の希望を背負っています。竹は無意識のうちに人類文明を作り上げてきたのです。無数にある自然界の植物の中で竹はその粘り強い生命力と人類に対する貢献で永遠に記憶されています。字解だけ見ても竹を武士とする漢字は200字以上あります。一文字一文字が一種の気づきです。竹はさまざまな形式で人類の手助けをしてきました。しかし地球上のすべての生命と同じく、竹もいつか最後を迎えます。ただし別れを告げる方法もさまざまです。竹はよく見かけますが、花が咲いている竹はめったに見られません。人類から見て花は得てして美しさの代名詞です。竹の花も同じですが、この花は一生に一度しか咲きません。しかも咲くまでに数十年もかかります。竹の花は神秘で複雑です。開花する正確な時間を予測できる人はまだいません。
2018年6月、桂林の竹林の中でついに開花した竹が出現しました。開花する前に同じ根茎でつながったすべての竹が開花の準備を始めます。竹の緑が合わせて体にあるほぼすべての葉や芽を花の芽に転換させます。竹林が黄色くなる頃、竹の花が枝の先っぽをぎっしりと飾ります。この黄色い花が咲く頃、生涯で最も輝かしい時を迎えます。またそれは別れを告げる時でもあります。竹は開花することで自らの命の終わりを宣告しました。他の生物にとって竹の死は災難になります。自分と他の生物の需要のために科学者はずっと竹の開花の法則を探っています。開花した後に死ぬ植物は少なくありません。ただ竹が独特なのは長年も経ってから開花して死ぬことです。これが一番の違いかもしれません。科学者は毎年のように竹の花と種を収集し研究しています。現代科学を使って竹の開花の法則を探っています。竹の開花の珍しさと不確定さでサンプルが非常に少ないため、結果が出るのに数十年かかります。これは間違いなく大変な実験です。中国では竹の開花に関する研究はすべて初歩段階にあります。自分が現役の間に竹は開花しないかもしれませんが、学生のために研究システムを作ってあげることはできます。人々は竹の開花時間を予測できませんが、他の植物と同様に竹の開花も子孫を繁殖するためです。それは一生に一度のチャンスです。竹が葉や芽を花の芽に転換させた時、光合成できなくなります。自分を犠牲にして子孫に生きる希望をたくさん残しました。この時、花の柱頭は皆花粉を待ち望んでいます。約9時間後、花粉がまだ柱頭に出会えないと命を育む機会を永遠に失います。一吹きの風、通りすがりの昆虫、すべてが一筋の希望です。秋が来る前に開花した孟宗竹は命を育む使命を果たしました。この種たちは一生に一度の移動機会をつかまねばなりません。母親の元を離れた瞬間から命の砂時計が落ち始めます。早く適した土壌を見つけなければ、その時は永遠に発芽できなくなります。
使命を果たしたら母親は永遠の別れを告げます。共生菌類の協力を受けて再び大地に回帰します。キヌガサタケは竹の死体を大地の養分に転換させる役割を担っています。同じ大地に新しい竹が間もなく誕生します。一粒の孟宗竹の種は約半月後に苗を生やします。もう少しすると苗はタケノコを発芽させる能力を持ちます。タケノコが発芽すると約十数年後、一本の苗は母親のような竹林に成長できます。人類が誕生する前から竹は天と地の間に佇んでいました。生きていくために払った努力は自分だけではなく無数の生物をも成長させてきました。その名は竹、イネ科の竹赤です。